申請することなく使ってもいい IP アドレスの範囲のことをプライベートアドレスといい、具体的には 10.0.0.0 と 172.16.0.0 から 172.31.0.0、192.168.0.0 から 192.168.255.0 の範囲です。もし勝手に IP アドレスをつけていいというルールにしてしまうと、インターネットの中で IP アドレスが重なる可能性があります。もし IP アドレスが重なるとパケットを転送することができないので、インターネットにつなぐときには IP アドレスを申請しなければならないのです。ただし、インターネットの普及に伴って IP アドレスが足りなくなりました。このため、本来は IP アドレスは申請しないといけないのですが、今ではそれが無理になってしまったのです。そこで、会社の中ではプライベートアドレスといって、申請なしで使っていいアドレスを、会社の外、すなわちインターネットにつなぐときには、グローバルアドレスといって、申請した結果、もらってきたアドレスを使います。この場合、インターネットにパケットを転送するときには、NAT を使って IP アドレスを変換します。データを送信する際、発信元のプライベートアドレスをグローバルアドレスに書き換えて相手に送ります。相手からパケットが返ってきたときには、グローバルアドレスをプライベートアドレスに変えてデータを受け取るのです。インターネットの外から見たアドレスをグローバルアドレスといって、NAT はグローバルアドレスに変換して IP データグラムを転送するのです。NAT を使えば勝手なネットワーク番号をつけても良さそうに見えるのですが、インターネットの中にたまたま同じネットワーク番号が出てきた場合、通信することができないのです。つまり、プライベートアドレスとは申請をすることなく使ってもいいアドレスのことで、具体的には 10.0.0.0 と172.16.0.0 から 172.31.0.0、192.168.0.0 から 192.168.255.0 の範囲です。インターネットの外から見えるアドレスをグローバルアドレスといって、NAT を使えばこのプライベートアドレスとグローバルアドレスの変換をかけることができます。